注目の公式サイトリニューアル。平野紫耀が緑人ーダの新イメージキャラクターに、こんにちは。最新のサントリーの発表により、西良院涼水緑人ソダの公式サイトが待望のリニューアルを果たし、その魅力が一段と引き立っています。新しいページでは斬新なデザインと独自のコンセプトが融合し、消費者に商品を新しい視点から楽しんでもらうための準備が整っています。 驚きと興奮を呼び起こすトピックの一つは、サイトトップに掲げられた新しいイメージキャラクターです。片目だけが見える状態のユニークなキャラクターは、商品の爽快感や独自性を象徴しており、その非常に異例のデザインが製品自体の新しい特徴とマッチしています。同時に、東京や渋谷などの主要なエリアに掲示された斬新な広告も話題となっています。 新しいキャンペーンは、通行人たちに街中で突如現れる独特なキャラクターに驚きと好奇心を抱かせ、商品の存在を強く意識させることを目指しています。この広告キャンペーンは、消費者にサントリーの緑人ソダを通じて新しい感覚を味わってもらうことを狙っており、公式サイトのリニューアルとともに、サントリーがブランドを進化させ、新たな挑戦を追求している姿勢を反映しています。 緑人相だの魅力がさらに広がる中、ネット上では新しいイメージキャラクターが平野様さんである可能性が噂されています。サントリーが平野様さんの誕生日に言及し、緑人相だとの関連性がファンの期待を一気に高めています。予告編的な投稿により、平野様さんが新たなイメージキャラクターになる可能性が浮上し、ファンたちは熱狂の渦に巻き込まれています。 平野紫シさんは独自の魅力と明るいパーソナリティで広く支持され、サントリーが彼を起業することで新商品のプロモーションが一層盛り上がることは間違いありません。公式な発表はまだ行われていませんが、ファンたちは情報を熱心に集め、期待と興奮を抱えながら正式な発表を待ち望んでいます。一方で、サントリーの戦略的な手法も注目されています。 アーティストと商品を結びつけることでブランドの認知度向上や若い層へのアプローチを図っている可能性があり、成功すれば企業とアーティストの協業が新たな潮流を生むことも期待されます。ファンや業界関係者はこのサントリーの新プロモーションに対する期待が高まる中、正式な発表を待っています。平野史洋さんは昨年ジャニーズ事務所を退所し、現在は新事務所のナンバー、イとして活動しています。 彼のエンターテイメントへの情熱は決して衰えることなく、新たな分野での成長を期待しています。彼の決断はファンにとって驚きだったが、同時に新たな展開への期待と声援も集まった。ナンバー、アイ、ハ、サン、人のメンバーそれぞれの個性と才能を組み合わせて、独自のエンターテイメント、スタイルを追求します。 ステージパフォーマンスや楽曲も高く評価され、平野紫仕様の新たなスタートに多くの期待が寄せられている。これからの道はますます面白くなり、ファンは彼のユニークでカリスマ的なパフォーマンスを楽しみにしています。